この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。はい、どうも、おじさんです。ということで、今回、G 戦場の魔王の、メーカーの公式ページで配布されている体験版がありまして、それが1、2とあるんですよ。で、前回まで体験版の1を序章の分までやったんですけど、体験版の2を、起動したらこんなことになりました。ウェブ体験版の後からっていうので、多分最初からってやったら1と同じ内容なんだろうね。で、後からってことは、第1章くらいから続きいけるのかしら、ちょっとそこら辺はよくわかんないんですけど、せっかくだからやってみたいと思います。まだ、見てない人は1からちゃんと見なきゃどうしようもないのでそこら辺はよろしくお願いします。ただ自分でプレイしたいよっていう方に関しては、もちろんのこと、ここで視聴をやめていただいて、ご自分で、パッケージというか製品版を手に入れてやればいいなって思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで行きましょうか。多分あの後なんやろうな。俺の休み時間は、学園に通っている時だ。月曜日だが、やるべきことがあるので学園は休んでいる。今日は東区の土地の、再開発について相談を受けているところだった。待てよ、だから音が悪いな。ちょっと待ってね。サウンドマスター、 BGM 下げよう。めっちゃ下げよう BGM を。ごめんね。これくらい下げて、 SE も下げて。赤べーソフト2、ここら辺か。よし、ごめんなさいね。あまりうるさすぎるとあれだからさ。まあ上げてもいいんか。 SE ちょっとだけ、 BGM もちょっとだけ上げよう。よし。都心にあるテーマパークを模した大規模なレジャー施設を誘致するという、大掛かりなプロジェクトだ。浅井工業は直接的に、不動産業務を取り扱ってはいないが、フロント企業の闇社会における権力を期待して荒っぽい地上げや、家屋改修を依頼してくる やからは後を絶たない。だが、失礼、単純な計算、数字のミスですね。申し訳ありませんでした。おととい、宇佐美と別れてからどうもぼんやりとする。はい、これから現地に行って直接見てきますんで。脳が覚醒しきっていないというか、なんとなく雑念が混じる。セントラル街の喫茶店を出て、まっすぐ自宅に、まっすぐ帰宅してベッドに直行したのにな。きっと宇佐美のせいだ。ペンギン姿の宇佐美を思い起こす。通話を終えて、またぼんやりと人の流れを見渡す。宇佐美はバイトしている化粧品店の前を通るが、宇佐美の姿はなかった。チワス。え？突然背後から声をかけられた。最高ですか？なんだ、いきなり。いや別に、行ってみたかっただけです。アホなのか？それよりどうしたんすか？スーツなんか着て。お前こそ、学園はどうした？自分は今日は休みです。体調が優れないので。見てくださいよ。めっちゃうつうつとしてるでしょ。お前はいつもうつだよ。まずその髪切れよ。え？珍しく真剣に驚いたというような顔をした。なんだよ。傷つきました。なんで？髪は浅井さんのために伸ばしてるんです。なんで俺がロング好きになってんだよ。とにかく傷つきました。どれくらい傷ついたかというと、今日の晩ご飯もおごっていただきたいくらいです。たかりたいだけかよ。飯はおごらん。俺はこれから用事がある。お仕事ですか？お父さんのお手伝い。
返答に戸惑ったのが、間違いだったようだ。なるほどなるほど。学園を休んでまで頑張ってらっしゃるんですね。何か、用なのか。宇佐美は笑う。してやったりという顔だ。昨日魔王に会ったんですよ。しれっと言った。なんだって、魔王に会った？遠巻きに会いました。は？かなり見下ろされました。だいぶ逆光でした。つまり顔は見てないってことか。声は交わしました。本当か？宇佐美はいつもひょうひょうとしていて言葉に真実味がない。ところで、浅井さんは昨日もお仕事されてたんですか？話題をコロコロ変えてくる。何か揺さぶりをかけられているような気がしてならない。仕事はしてたよ。それがどうした？浅井さんのお仕事は大抵電話で済むんですかね？電話で済まないこともある。それより魔王はどうした？昨日はどちらに？何なんだ。昼過ぎにセントラル街に出てきた。そうっすか。それ以外は大抵家にいたな。誰かと会ったりしていましたか？なんだ、まるでアルバイでも探っているみたいだな。冗談のつもりだったが、宇佐美はにんまりと笑う。魔王はこの町を知り尽くしている人物です。どの路地が最小限の時間で姿を消すのに適しているのか、どんな場所が相手に顔を見られずに逃走できるのか、そういうことを熟知しています。宇佐美の目がじっと俺を見据えている。男だったのか。おそらく。しかし綺麗な声でした。ああいう声を出せる女性がいてもおかしくはないと思わせられるような中性的な魅力もありました。回りくどい言い回しだった。断定せずに、慎重に意見したいのだろう。逃げられたんだな。残念ながら。俺はスーツの内ポケットから財布を出した。詳しく話を聞きたい。向かいの喫茶店を顎で刺した。お仕事はいいんですか？なんとでもなる。東区の用地視察は夕方でいい。じゃあ自分カツ丼で。ねえよ。あ、つゆだくがいいです。一通りの話は聞いた。市内をだいぶ走り回りましたよ。宇佐美は魔王のゲームに付き合っていい線まで行ったらしい。最後はしてやられました。姿を見られない場所に誘い込まれているとは気づきませんでした。結局魔王は何がしたかったんだと思う？おそらく私に興味を示したんだと思います。興味？どうして？覚醒剤を裏で流せるような実力を持った人間がどうして一階の女学生に興味を持つんだ？因縁があるんですよ。どんな？それを言うにはまだまだ友情が足りません。おいおい、魔王を一緒に探そうと言ったのはお前じゃないか。宇佐美は首を小刻みに振る。いいですか、浅井さん。我々は敵と書いて友と読むような関係です。利害関係の一致から協力しているだけです。魔王という強大な敵を倒すために一時的に力を貸し合っているのです。それ言い過ぎか。仲間なんだけど、お互い秘密が多すぎていまいち信用できないだけか。ごちゃごちゃうるさいぞ。ちなみに
浅井さんは敵だった時は強いんだけど、仲間になった途端に弱くなるタイプかと。よくわからんが、愚弄されているようだ。まあすいません。自分は魔王に恨みがあるとだけ言っておきます。恨みは俺だってあるさ。おかげでゴンゾーに尻を叩かれる羽目になった。俺は自分の考えをまとめた。魔王はお前のことを知っていたわけだよな。バイト先からこの喫茶店まで、そしてお前が勇者と呼ばれていることまでですね。さらに町の至るところに落書きを用意したり、人を使って物を届けさせたりしている。さらに言えば、子供を使って覚醒剤を回している。魔王はかなりの実力者だと思う。どういう意味で実力者ですか？金を持っているということは間違いないだろう。宇佐美の身の回りは探偵でも雇って調べたんじゃないか。あるいは私の近くにいる人間こそが魔王なんでしょう。うん。それで俺の昨日の行動を聞きたかったわけか。まあ身元の割れない携帯電話を用意するあたりも周到ですよね。町の裏社会に精通しているとも言える。人物像はおぼろげに見えてきたな。年齢や背格好はどうだ？年は若いと推測してみます。声が若かったからか？それもありますが、行動に子供のような遊び心がうかがえるからです。確かにガキでもなければ休日のセントラル街で鬼ごっこなんてしないな。断定はできませんが。そうだな、例えば優れた経営者の中には子供のような情熱を忘れない人が多い。一見遊びとも取れるような、事業に手を出して意外な成功を収めたりする。浅井さんのお仕事の話ですか？まあパパにくっついていって、そういう偉い人と話をしたことがあるぐらいだが。思わず目をそらした。浅井さんは仕事のことになると目つきが変わりますね。金がかかってるからな、遊びじゃないんだ。心なしか声色も変わるような気がします。こんなことを椿にも言われたな。もう一度言うが、金のやり取りをするんだ。交渉では腹から声を出す。足元を見られないようにするためだ。そうですか。かっこいいですね。じっと見つめてくる。俺は探索していった。俺が魔王だとでも？宇佐美は迷いなくうなずいた。可能性はゼロではないです。俺と魔王の声が似ているってのか？それは何とも言えません。ただ浅井さんの声は時として変わるなと思っただけです。可能性の話をすれば、宇佐美こそが魔王だってありえるわけだ。いや、それはないっす。なんでだよ。私は私自身が魔王ではないと知っているからです。だったら俺も俺自身が魔王ではないと知っている。説得力がありませんね。お互いにな。苦笑すると宇佐美も口元をほころばせた。じゃあこうしないか。はい。迷惑を結ぼう。最低限私たちはお互いを疑わないということですか？察しがよくて助かる。別に私は浅井さんを疑っているわけじゃありませんよ。俺だって宇佐美のその気持ちを信用したいがな。保証金でもくれるというなら信用するかもしれないが。まあわかりました。何にせよ浅井さんのことは信用していますよ。無条件で。無条件で他人を信用するわけがないだろう。ありがとな。
そこで宇佐美が席を立った。それじゃあ自分学園行きますんで。休むんじゃなかったのか。体調が悪いんで休もうかとも思いましたけど、やっぱりサボりはまずいと思うので。と気づいた。実は本当に具合が悪いのか。え、まあ病院に寄るつもりでした。意外に体が弱かったりするのか。いえ、たくましくも可憐なはずですが、スポーツは苦手です。はっきりしないな。タクシーでも呼んでやろうか。お金ないので。バイトの給料が入る日を教えてくれたら貸してやるぞ。取り立てるってことですか。遠慮しておきます。まあわかった。とにかく今後もよろしくな。宇佐美は魔王と因縁がある。怨恨だと思う、だというが、具体的にはどんな因縁かわからない。ただ因縁があるならば、魔王は今後も宇佐美に接触を試みてくる可能性がある。ならば宇佐美と仲良くなっておけば、今後何らかの情報を得られるかもしれない。どうしました？考え事ですか？ん？ああ。何を考えているか当ててみましょうか。俺は宇佐美の賢いところが嫌いではなかった。浅井さんにとって私がどれくらい役に立つか計りにかけてるんです。やはり親しくなって損はなさそうだった。偶然だった。ばったり椿に出くわしたのだ。はあ。セントラル街から地下鉄に降りようとした時、声をかけられた。あ、やっぱり浅井くんだ。気づかないふりをするには顔をしっかりと見られすぎた。おう、今帰りか。学園どうしたの。やっぱり聞かれるか。椿相手だったら、まあパパの仕事って言えば大丈夫なんじゃないかな。実はちょっとしたパーティーに出席してたんだ。スーツを着ているところを見せつけるようにネクタイをつかむ。パーティー？俺のパパちょっとした財界人なんでね。だから息子を紹介したいってことでさ。でもそんな理由で学園を休めるの？休むしかなかった。パパの役に立ちたいしな。そっか、浅井くんいつも忙しそうだもんね。どこか寂しそうだった。お前の家って東区だったよな。うん、そうだよ。だったら途中まで一緒に行こう。え？東区に用事でもあるの？ああ、ちょっと知り合いの家に行くんだよ。お友達？まあそんなところかな。浅井くんはお友達多いな。俺たちは人混みの中、地下鉄の改札口に向かって行った。地上げ。俺がこれからやろうとしていることを簡単に言うとそういうことになる。椿の住む東区はスキー場を主体にした大規模なレジャー施設として開発が進められている。しかし元々は畑ばかりの農地に過ぎなかった。土地は古くからの地主が権利を持っている。急ピッチで用地を買収しているのは有名なゼネコンだが、少し調べたところやはり山王物産の系列企業であることが分かった。この町で何か大きな仕事をしようと思ったら必ずあの巨大商社の名前が出てくる。清廉潔白の優良企業である山王物産は清廉潔白では対処しきれない問題を俺たちに投げてくる。5世帯だったか。これから住み慣れた土地を追い出される家族が5つもある。浅井くん、そろそろ着くよ。地下鉄を出ると公園の近くに出た。セントラル街と違って人気はなかった。いやー寒いな。山が近いからかな。
椿が何かを言いかけた時、胸のポケットの中で携帯電話の振動があった。あ、電話。相手はミキちゃんだった。あー、もしもし？うん、うん、大丈夫大丈夫。じゃあ来週ね。はいはい。電話、終わった？うん、友達から。ひょっとして、彼女さん？彼女なんていないけど。え？前にいるって言ってなかったっけ？覚えがない。本当にいないの？いや、フリーだから。俺遊び人だから。そっか、そうなんだ。私勘違いしてた。はにかんだ表情が嬉しそうに見えないこともなかった。彼女さんいるなら、あんまり一緒に歩いたり CD 買いに行ったりしたらダメかなって思う。あら、もしいてもそれぐらいいいだろう。うん、でも悪い気がしてたの。心底安心したようにため息をついてうつむいた。この程度のことが椿にとっては大きな罪だったらしい。俺は複雑な気分だった。椿はどことなく鬱陶しいような気がする。ほほーん。普通の人間が他人に好かれようとするある種の作為が、この少女からは全く見つからない。と、率直に言えばいいやつすぎて信用ならないのだ。どうしたの？何か不機嫌？そのくせ勘がいい。さて行くぞ。どこに行くの？ああ、な、住所は。番長言うと椿が目を丸くした。気になる少女だった。俺にないものをたくさん持っていそうだった。深く関わってみたいとも思った。あ、それって。そしてその願いは偶然にも現実のものとなった。うちの家の住所だよ。そうきますか、そうきますかね、そうきますよね。椿の書。思案していた。時間にして約1時間。魔王は固く目を閉じていた。空調は動いてなかった。冷たい壁に背中を預け、寒さに微動だにしない姿には、無言の、虚無像のような威圧感があった。魔王には計画があった。実行されれば、史上稀に見る大犯罪がこの街を襲う。しかしまだ時期ではない。打つべき手はすべて打った。あとは時が来るのを待てばよい。いわば、今は空白の時間だった。他にやるべきことはないのか。計画に不備はないのか。何度も頭脳を巡らせた。行き着く答えはいつも同じだった。何もするべきではない。今は行動を控えることが最良の行動なのだ。宇佐美春。一末の、懸念材料はやはりあの少女だった。魔王は更新所の人間に宇佐美春の素性を探らせた。挑発の少女は一般の学園生とは少し違った。どうだ？よしなった。頭の鋭さは実際に相対してみてよく分かった。人脈や背後関係も探った。すると宇佐美春にはもう一つの顔があるということが発覚した。けれどそれも魔王の計画を脅かすようなものではなかった。何を恐れる必要がある？魔王に恨みを抱いている人間などいくらでもいるではないか。エレベーターの稼働音が聞こえた。
遅くなって申し訳ない。ソメヤが深々と頭を下げた。交代した、額にうっすらと汗がにじんでいた。東区の開発の件で会議が長引いてしまってね。麦焼酎はいかがでしたか。ソメヤのあから顔を見据えた。そして目で言った。会議ではなく接待を受けていたのだろう。同時に私はお前が麦焼酎をこよなく愛することを調べ上げている。ソメヤは酒臭い息をまき散らした。すまなかった、大事な相談だったんだ。何しろ国土交通省の役人も来ていたのだから。結構なことです。ただ時間が有限であることをお忘れなきよう。早速仕事の話に入った。ソメヤは従順だった。ボストンから呼んだ秀才を叩き潰されたのがよほどショックだったらしい。ソメヤは魔王について何も知らない。教えた名前も年齢も経歴も全て架空のものだった。相手の素性などを知らない方がうまくいく商売もある。いざという時、司法の手から逃れやすい。ソメヤはそういうことを理解していた。魔王が三能物産にもたらした最大の利益は軍事兵器の密輸入だった。これまでこの国の軍需産業は戦前からある大企業が一手になってきた。ほぼ独占状態にあった市場にくさびを打ったのが魔王の功績とされている。魔王は日本の関税が輸入には厳しいが輸出には甘いという弱点をついた。新潟と福岡の港に拠点を設け、それまで暴力団相手の商売をしていた不良外国人と、つるんで北朝鮮と香港を結ぶルートを開拓した。危ない橋を渡ることも多かった。危機管理の甘さを非難されるほど甘い国でもないと思った。しかしどれだけ敵が強大であろうとやらなければならなかった。いや、改めて君の鋭さには驚かされるよ。一通りの話は終わった。武器の偽装、密航のための船の手配、税関への根回し、抱き込むべき人間の人選、あらゆる手はずを整えた。一つ聞いてみたいのだがね。ソメヤが腰を落ち着かせた。君の目的は何なのだ。目的？君ほどの男だ、金ではないのだろう。酒が引いたのだろうか。ソメヤの顔が引き締まった。そろそろ長い付き合いになる。君の夢の一つでも聞かせてもらえんかね。悪くない顔つきだと思った。もともと魔王はソメヤを舐め切っているわけではなかった。御しやすいとは思うが軽蔑しているほどでもない。実際ソメヤが専務として会社を仕切るようになってから、三能物産は新しい展望を見せた。急激な拡大政策で売上のほとんどを新規事業に投資した。当然会社への、当然社員への賞与などの還元は後回しになるから、反対派も多い。しかし魔王と組んで非合法な商売に手を出しているものの、全ては会社のためではないか。私の父は戦中派の人間でね、この会社のために懸命に働き骨をうずめていった。私は父が大きくした会社を守っていかねばならないんだよ。ご立派な志です。本心からそう言った。魔王は魔王などと人から呼ばれてはいるが、決して自分を尊大な存在だとは思わない。
魔王より30以上も年上のソミアが魔王より、長じている部分が少なからずないの、長じている部分がないはずがないのだ。夢などありません。謙遜するな。君の目は戦いを前にした父の目に似ている。大きな志を持った男の目だ。夢などありません。本当です。言い切った。ソメアはうつむいた。寂しさを隠しているようにも見えた。まあいい。何にせよ金で動かない人間は扱いが難しい。何かお困りのようですね。鋭いな君は。なに、東区の用地買収がね、思うように進んでないんだ。土地を手放したくない人間がいるんですね。相場の2倍の金を出すと言っても聞いてくれない。あまりに困ったんでプロを雇うことにしたよ。おそらく暴力団関係の人間だろう。ソメアも手洗い真似が好きだ。しかし、現在の地上げはバブルの時のように荒っぽい手口は使えない。示談が難航するのもうなずける話だ。あとたったの一区画なんだがね。ソメアが手帳を開いた。住所と図面が書いてあった。立ち退きを拒否している家族の名もある。いずれにせよ私には関係のない話です。拒絶するように手を振った。これはすまなかった。君の手を煩わせるつもりはない。ソメア室長が手を煩わせるほどのことでもないでしょう。子会社の課長クラスの人間が頭を悩ませているならわかる。東区のレジャー施設開発に山王物産が並々ならぬ熱意を注いでいることは知っている。けれどソメアは御社の専務取締役なのだ。何か裏があるとしか思えない。国土交通省の方とお会いになっているそうですね。君にはかなわんな。そう、株だよ。株のインサイダー取引。確かに東区の大規模開発が順調に進めば、開発に着手した企業の株価は上がる。それを見越してソメアは役人に甘い汁を吸わせたいのだ。この時だった。魔王はソメアの手帳からある名前を見出した。三輪椿。魔王は目を閉じた。三輪椿、聞いた名前だった。どうかしたのかね。いえ、気分が悪そうだが。思い当たった。宇佐美春の関係者だ。この三輪椿という少女は自由ヶ崎学園に通っているのでは。知り合いかね。魔王は薄く笑った。空白の時間をどう使うべきか。それまで悶々としていた考えが一気に線を結んだ。三輪椿を利用して宇佐美春を追い詰めねじ伏せる。ソメア室長、私に任せていただきたい。ソメアが息を潜めた。どういう風の吹き回しだ。南米のテロリストの話です。旅客機の中にテロリストが狙う要人がいました。テロリストは要人を殺害するだけでは気が済まなかった。何の罪もない旅客を巻き添えにして飛行機を墜落させました。要人と同じ飛行機に乗っていたという理由だけで。魔王は自らの口元が歪んでいくのを自覚していた。負の感情が募っていく。抑えられそうになかった。ソミアに言ったように魔王には夢などなかった。私の心にあるのはただ一つです。さっきから何を言ってるんだ。すべてお任せください。魔王はソメアに背を向けた。全身にみなぎるものがあった。魔王を突き動かすものはたった一つの感情だった。復讐、それだけだった。